松江市出身で、まあ、僕はあの明日が松江出身なんですけど、それで、まあ、僕はキックが好きで、それでまあ最初は J3 の藤枝前 C っていうところから始まって、クラブリッツアップに移籍して、そこに J2 上がって、半年で去年、FC 東京に移籍したんですけど、まあ、僕はキックが好きで、そこを武器に這い上がってきたということがあるんで、まあ、地元のサッカーやってる、頑張ってる子たちに何かこう伝えれないかなと思って、まあ、連絡したところ、快く受けていただいたんで、まあ、今日1時間ちょっとぐらいですけど、楽しみながらちょっとこう、まあ、今こうこれから練習で言うことを全部真似するというよりかは何かそこで掴んでもらえたらと思うんで、ちょっと、まあ、1時間ぐらいお願いします。おお、こういうやっぱ試合中使うのって、まあ、サイドチェンジとかだったらやっぱりこういうキックだと、まあ、みんなも経験あると思うけど、やっぱ相手に寄せられちゃうから、できるだけ早く味方のところまで伸びるようなキックをしてから、ちょっと叩くような感じで、蹴っておきます。もうちょっと意識して蹴ると、もうちょっとキレのあるボールで、確かに蹴れるかな。あんまここ使わずに、来る結構来ちゃう。さっきの声も伝えたんだけど、膝下の振りをもうちょい早くしてほしい。結構なんかあのフォームがゆっくりだから、もうちょっとこの膝下の振りを早くして、蹴り方フォームはどうでもいいんですけど、膝下の振りだけはちょっとこう早くして、より早く味方に届く。さっきも言ったように試合中綺麗なバックスピンのボールがナイスボールとかじゃなくて、結局通ったボールがナイスボールだから、もちろんさっき言ったみたいに、まあ、これでも、まあ、俺はある程度こう筋力もあるしキックが得意だからこうやって蹴れるんだけど、今のはこういうキックじゃなくて、ちょっと止めなくて、ちょっと蹴って、大体このピッチが横幅ロング、68メートルぐらいか。でも、もう俺みたいなちっちゃいやつでも、もうちょっと一緒でいいよ。距離で、縦で、こういう感じで、こんなノーバンがいいんだけど、俺も今、ここに置くぐらい、ああやって、蹴れるから、まあ、もっともっとイメージしてほしいというか、まあ、試合をイメージしたりとか、まあ、今日だったら、本当風がない方が良かったんだけど、風があるんだったらこっち側から蹴るとか、まあ、ちょっと今こっちに風が吹いてるんだったらどうしてもアウトに曲がっちゃうのはしょうがないから、もうちょっとこうアウトにかけるというか、どういう風に風まで行くのか、多分結構みんなあっちに行っちゃったと思うんだけど、まあ、縦抜きのキックをするとちょっとアウトに行きやすいっていうのはあるんだけど、だから1本蹴ってそれをミスしたとしたら、じゃあ次はもうちょっとこっち側に蹴ろうかなとかで、多分やっていかないと、キックの練習だけじゃなくて、他のもしかしたらドリブルとか普段、ポゼッションとかやってると思うんだけど、ただ、まあ、俺が叩くだけのキックを、まあ、やってくれていいんだけど、もうちょっとその、まあ、試合とか自分のポジションとかそういうところを意識してもらえると、まあ、より、まあ、みんなもイメージつきやすいし、もうちょい質が上がるのかなって思うから、あんまり人を狙ってほしくないというか、やっぱ人を狙うと、みんなも経験、サイドを狙ってる人は経験あると思うんだけど、もし今あの人を狙うと、どうしても、まあちょっと今大げさだけど、マイナスにいっちゃうことはあると思うんだよね。だから、あんまりピンポイントで、人を狙うっていうよりかは、ゴールエリアの角ぐらいあると思うんだけど、まあだから、ゴールエリアの角わかる？あそこを目がけて蹴ったら、もう割とちょうどいいというか、俺的には。だからみんなの中で、どこを目指して蹴ったらちょうどいいかっていうのを見つけといてほしい。まあ俺は結構ゴールエリアぐらいを目指すと、まあ今とよくいかないけど、まあ、軌道的にはちょうどいいというか。だからみんなも自分の中で、どこを目指して蹴るとちょうどいいかっていう。まあ、もしかしたら人を目指して蹴ったらちょうどいいか
ちょうどいい人もいるかもしれないんだけど、俺は割とこっち側にどうしても行っちゃうから、キーパーを目指して蹴るのがいいとか、ファーポストがいいとか、ニアポストがいいとかっていうのをちょっとこうイメージして、そこもめっちゃイメージなんだけど、クロスを蹴ってほしくて、でクロスはさっきとはちょっと違って腰で蹴るイメージになる。さっきはこう膝って言ったんだけど、次はちょっと腰で蹴るイメージになる。泣いてんじゃない、やっぱ筋肉系を使ってなんかボール蹴ろうと思うと怪我するから、さっきも言ったけど膝とか、まあ、今言ったら腰とかをイメージして蹴ってほしい。だから足を振り回してこういうクロスじゃなくて、まあこれも人によるんだけど、ここら辺に置いてこういう腰で持っていく感じで蹴ると、スピードもいいボールが蹴れると思うから、では自分の入り方があって、腰でこの右のここでグッと持っていく感じ、このイメージ、あんまり足をこう振り回して持ってくっていうかは、ここで持っていくイメージ。こう腰で持っていく感じ。そうすると、まあ、キレのあるボールが蹴れると思う。足だけで蹴っちゃうとどうしてもスピードが弱くなっちゃうから、それはロングキックも一緒なんだけど、ここで、まあ、クロスもさっきそうだったけど、ここで持っていく感じ。まあ、今日本当に俺が伝えたかったのは、サッカーってやっぱボールを結局蹴るスポーツだと、まあ、俺は思ってるから、その中でドリブルがあったり、まあ、キックがあったり、ショットパスがあったりとか、戦術としてポジションがあったりとかってあると思うんだけど、でもやっぱ蹴るっていうことがこのスポーツの一番の、なんていうかな、目的っていうか、こう道具だと思った。まあ、みんなが今若干さっきコーチに聞いたら、つなぐサッカーをしてるって言ったんだけど、それは FC 東京でもやってんだけど、例えばゴールまでに100本ボールつないでゴールするのもいいんだけど、でもやっぱロングキック蹴れる人いたら1本で相手のペナルティーエリアまで今いけるから、それがいけるから相手が下がります、スペースが前にあるからつないでいく、あ、繋がれたと思って相手が締めるから背後が開くっていうのが、まあ、サッカーの、まあ、表裏一体というか裏表というか、だからさっき、まあ、コーチも繋ぐだけじゃなくて本当はこう展開も入れていきたいっていう話はちょっと聞いたんだけど、そこで蹴れる人が1人でも2人でもチームの中にいたら相手はめっちゃ嫌だと思う。だって蹴れなかったら、俺右サイドやってんだけど、相手のチームに蹴れないやつがいたら別にここに、まあ、もし先生が相手の左サイドのハーフとかウィングだとしても、別に俺蹴れるやつがいなかったら俺は別にこいつ見なくてもこうやってポジション取る。でもやばい、蹴れるやつがいると思ってこうやって取るからセンターバックのギャップが空いちゃうとか、ボランチのギャップが空いちゃうとか、だから俺は蹴れる選手っていうのはどんな戦術のチームにも一人は必要だと思うし、タイガースサッカーを見ても蹴れる選手がいないチームっていうのはないと思ってるから、ちょっとその方を、まあ、伝えたかったし、まあ、さっきもちょっと言ったんだけど、練習の中で、まあ、キックもドリブルも、まあ、パスも何でもそうなんだけど、シュートも、まあ、イメージを持ってもらえたらと思うんで、まあ、今日は本当にきっかけを与えれればなと思ったんで、まあ、少ない人数でしたけど、あと時間もちょっと短かったけど、まあ、せっかくみんなとこう出会えたっていうのもあるんで、まあ、ここから何かきっかけをつかんでもらって、ぜひ、まあ、強い豆腐を一田辺三島が作ってってもらえたらと思うんで、頑張ってください。ありがとうございました。どうぞ。どうぞ。今まで見てきた中で一番キックがうまいの、一番キックがうまいなと思ったし、なんかね、それもさっき言ってたんだけど、俺この練習だけのキックで言ったら正直俺結構あんま負ける気がしない。でもやっぱ試合でそのキックが使えるっていう人は、まあ吉井時の森重選手とかは試合でいろんな種類のボールを蹴れるから、まあ、結構上手いな。俺もキックだけで言ったら負けない自信なんだけど、試合中に活かせるっていう意味では森くんが一番上手いかな。天才的にもマジで柔らかいボールも鋭いボールも、しかもフリーキックも蹴れちゃう。
あの人はめちゃくちゃうまい。あとフリーキックだけで言ったらレアンドルとかめちゃくちゃうまい。マジさっきのフリーキックとかもほんと 5本とかやったらマジ4本ぐらい入る。あと遠藤さん、あのヤトさん、去年 J2 の時にジュビロとやった時にめちゃくちゃうまい。その3人ぐらいかな。で、まあ、海外行ってワールドカップ早く出たいっていう夢持ってて、で、まあ、J3 の、まあ、マヨシーとか J2 の秋田とかでプレーしてたと思うんですけど、その J3 の選手と J1 の選手との違いって何？サッカーっていうか正直運とかタイミングとかすごいあって、実力だけじゃないんだよ結構。だから J3 にいても J1 で輝けるような人もいるんだけど、結局は監督が使うか使わないかな。もしかしたら J3 の監督でも J1 で出てる選手を別にいらないっていう監督もいると思うんだよ。例えばレアンドルいらないとか、中友といらないとか、森重いらないっていう監督もいるから、その人たちが J3 に出た来たからって、まあ、多分出れるんだけど、必ず出れるとは限らないっていうのがサッカーの難しいところ。だ例えばだけど今コーチたちがいるけど、俺がじゃあ本当に今この実力で入学したとして、俺のプレースタイルが別に好きじゃなければコーチたちは使わないわけだよ、俺の実力どうこうじゃなくて。だからサッカーってそういう現実的な難しさがあるんだよ。だから本当は今大学経由したからには J3 じゃなくて J2、J1 って気持ちも分かるんだけど、やっぱサッカー選手試合に出ないと評価されないっていうのもあるから。で俺はユニバーシアードっていう大学の日本代表に入ってて、世界大会優勝したけど、その時のメンバーが今で言ったら森田秀とか三笘とか旗手レオとか、まあ、すごいもう J1 で活躍した選手がいっぱいいたんだけど、で俺はそのメンバーと一緒にやってたんだけど、まあ、J3 から始まって、でも J3、J2 で試合出続けたから今 FC 東京まで来れた。でも逆にそうやって J1 から始まったけど出てない人は俺と同じぐらいの年齢になった時に J2 にいたりとか J3 にいたりってことがあるから、やっぱ出てなんぼ、出て結果残してなんぼの商売の職業だから、ね、もちろん上のステージに行けるなら挑戦した方がいいけど、現実的なところも見ながら選択するっていうのもありかもしれない。大学卒業するときに、まあ、浦和レッズから声来たら行くと思うんだけど、浦和レッズの例えばサイドやってるって、ボランチ行って3番手4番手のボランチか J2 の、まあ、じゃあジュビロでもエスパでもいいけど、まあ、1番手2番手ぐらい、ルヴァンだったら絶対出してくれるよとかっていうんだったら、もしかしたらそっちの選択をするっていうのも一つの手かもしれない。自分の力を信じて浦和レッズ行くのもありなんだよ。